欢迎收睇 Best Square Gaming， 我系阿奕，今日同大家玩普莱因普特嘅 DLC 啊。咁上一集就好似冇乜特别嘅剧情，都系啲录音去交代翻个故事背景嘅啫。咁跟住落嚟咧，就睇下会遇到啲咩啦。我哋嘅方向系呢边。哇！吓亲 ，R 一，跟住吓亲咯，一开门。target 发现，排除せよ。target 发现，排除开始。吓亲咯，一开门见到，边队友？咁大碌，得得得，冲咗先。呢度我头先嗰度原来同唔可以同佢哋打，咁快打住。但系睇下先，有补给，执唔到嘅，行远啲先。一定要对到正咯，做咩呢碌？OK， 掩体先。搞掂。喂喂喂，唔好补血啦，射唔中添。点迫击炮？我应该系唔好理啦，射咗先。哦喂，炸埋自己喎，得唔得？太远。诶，冇得补给住，咁我应该点射呢？搞掂咗呢个先。啊！最尾个镜头自己喐咗噶。搞掂，跟住呢一大堆真门，哇喂，咁嘅咩？会唔会太过分啦？我我知道喺隔篱系应该有啲嘢行紧埋嚟嘅，喺边啊？喺前面。停低咗，行快啲都好心。仲有，头先好似有嘢执过，算啦，翻转头。我要迫击炮，但系我想要翻低音号咯，其实得喺呢边。哇！竟然食咗一发迫击炮唔死咯，咩料？呢个换翻手枪，手枪算得唔得？太慢，射我啦！呢边仲有两个，哎，
大镬落咗嚟添。做两个喺边啊？得唔得？睇唔到。应该嗰边执住嘢食。难食啊！掠夺啦！搞掂，追击兵嚟。冇啦嘛，补一补给先。其实头先可以打啲能量槽，但系唔想瞄，直接杀就算啦，嘥啲时间。好似啲上面有嘢执，上咗先。啲咩？追击枪唔要？咦，头先见到有嘢执噶，咩事？匿机？あれ？何なんだろう？我啱啱系乜嘢掣都冇揿，佢自己拎咗把枪出嚟，跟住匿机咯。啊哈！研究所嘅。全部都是普莱恩普特的样子。那兜下有没有东西先？是啦，全部都是普莱恩普特来的。那么普莱恩普特认命啦。肯定是帝国的人来的啦。誰かいる。屍骸化緊。艾丁都在这里。ねえ、盗まれた子供のこと覚えてる？ルシスに奪われた血盤か。そう。あったら面白いんじゃないかなと思ってさ、連れてきちゃった。インソムニアを壊滅させた俺、まだだったよね。君も知りたいでしょう。自分の正体をさ。感動の再会だね、父と子の。あ、ありえねえ、ありえねえ。即系其实普罗恩普特系呢条友嘅呢个阿伯嘅复制人嚟嘅啫。有錄音。ME756 年4月8日記録、
究極の魔導兵器であるシガイアーマーの開発に成功した。開発名はダイヤウェポン。まだ自我のコントロールは不安定で、一度起動すれば破壊と殺戮を繰り返し停止することはない。だが破壊力はこれまでの兵器の比ではない。たとえあの難攻不落のインソムニアであろうとも、いともたやすく陥落させることができるだろう。これで成績が手に入る。あの成績が研究できるかと思うと、一月後の調印式が待ち遠しい。あの時の襲撃って、こいつのせいでインソムニアが、みんなの大切なものが破壊されたってこと。钻石巨兽，唔知咩嚟 ，save 咗先。喂，做咩咧？我咪中咗笔咧？乜成日自己拎把枪出嚟嘅咧？好 ，save 完啦，我哋系呢边行埋嚟嘅，咁就行呢边啦。どうした？死骸化する姿が珍しいか。ルーシスにさえ盗まれねばこうなれたのだ。何を？お前はこのバーサタイルベスティアの遺伝子から生み出された幾百万のこの一つ、魔導兵になるはずであった。そんな、俺がニフルハイムに生まれし者はニフルハイムに帰るべき。違う！俺はルシスの人間だ！魔導兵なんかじゃない！魔導兵になれなかった。出来損ない。せめて我が一部とし、究極の存在にしてやろう。やめろ！なんと心地いい。間もなく私は思考の存在となり、ルシスの六神すらも凌駕する力を得るのだ。咁易做低，啊！殺しちゃった。人殺し？あ、父殺し？違う。これで仲間も親も全部なくしちゃったわけだ。違う！違う！違う！生体反応低下、プラスモディウム活動指数上昇、死骸化完了。これよりコード XDA1002 インモルタリーでの移行を開始します。うん、こんなところにいたのか。アイラリア、アラネは話は後、逃げるよ。やばい兵器がまだあるとはね。何があったか知らないけど、今は脱出が先。行くよ。ここで死にたいのかい？私は生きようとしない人間は助けない。哦，你喐得咁快咩？诶，定系我跟住走得噶？诶，跟住走就得嘅。
好，系计时嘅。急ぎな。任せろ。应该够时间嘅。骨头路嚟嘅，走开啊！即系作为。即是阿普莱恩普特，等佢做埋先。そこで合流。アラネは後から追いかける。でも、さあ行きな。睇下先，加速系 R 二。R 一可以攻击嘅。冲啊！呢边呢边，即系阿普罗恩普特虽然系喺帝国嗰度出世啫，但系佢始终喺路希斯嗰度生活。我觉得佢唔即系喺边度出世，唔会影响到佢本身拥有嘅嘢噶嘛。即系呢个系身份认同嘅问题咯。哇，使唔使啊，大佬？嗱，上面系有只飞空艇喺度噶，我望到。不过沿途都冇乜话攻击之类的，好安全啦，暂时。仲有400米。因为可唔可以直接铲上去？系得嘅。哇哦，走啊！喂，个逃亡一啲都唔紧张喎，咩事？900几米，冇事啊！经过系冇人同我对我开枪啊！拜拜。我睇唔到路啊！转全部视角先，喂喂喂，炸到嚟啊喂！哇，擦过，喂打撞咗去边？大镬，冇事冇事。我觉得其实打中都唔会有事咯。起身啦，仲要晕几多次啊你？点解着紧草都仲可以咁得闲喺度摊你度？要憂鬱都一間先啦，走咗佬先算啦。我想个天空同佢嘅心情一样，都系咁灰。又完成咗一章，今集就玩到嚟呢度先，搞清楚唔少普罗恩普特嘅身世，仲有艾米莉艾加入。好，咁鍾意我哋嘅片就 like and share 啦，我哋下条片再见，拜拜。